付き合っていつかしか立っていないのにペアリングしちゃいそう。依存しすぎて別れた後にブロック削除する。ディズニーシーの地球儀前でこんな坊主。喧嘩した夜に彼女つぶやいた消えてほしいそんな言葉だけ。同棲中の部屋の家具がほぼピンクのヒョウ柄。インスタにはおしゃれなカフェデートを載せてそう。家ではペヤングばっか食べるのに、ゲーセンで撮ったぬいぐるみにマシュマロって名前つけそう。喧嘩で嫌いになっても声小さそう。長く付き合っているのにさん付け